矛盾あるじゃないですか。そう、聖書的なこととよく論争になるやつ、聖書には書いてないっていう、はい、あ、はいはいはい、だけど、教会は長年こうしてきたから、ね、ああなるほどね、はいはい、あります、うん、まあ例えば、まあ、日曜礼拝を毎週地域教会に集まってしなさいって、まあ、聖書には当然書いてないですよね、はいはいはい、うん、だけど、まあ、教会、日本のキリスト教会の伝統としてやっぱり毎週日曜日に午前中礼拝をやって、うん、同じ教会にね、同じ教会に、はいはい、ね、同じ教会に集まるっていうやつ、はいはい、ずっとやっているっていうのとかも、はいはい、まあ、ここもすごい矛盾というか、で、礼拝っていうのは聖書によれば、まあ、ちょっと極端な言い方ですけど、生き方だみたいな書き方されてますよね。捧げる、気持ちを捧げるみたいな、神様への気持ちを捧げること、うん、それが礼拝だって聞いた、ロマ人への手紙かな、はいはい、で書いてあると思うんですけど、なんかそのカイスさんがその所属しなかった理由は、だからその辺ですか。あ、これはですね、僕やっぱ教会員制度が一つ辛かったですね。辛い、はい、というのは、ですね、とある、まあ、流れ着いたとある教会で、うん、まあ、一応音楽ができるので、はい、結構賛美の奉仕を、うん、まあ、していたんですね、うん、で、まあ、牧師であるとか、賛美の担当者の方からは全然文句言われてなかったんです、うん、もうどんどんやってください、うんうん、みたいな、うん、で僕その時もプロだったんで、ミュージシャンとしては、うんうん、お金もらって演奏する立場だったので、仕事でね、はい、仕事で、はい、だから、はい、教会的にもやっぱりすごい助かってるって言ってもらえてたんですけど、はいはい、ある時役員さんが、うん、あの人教会員じゃないのになんで賛美してるの、うわー、あるある。でもそれ OK だったんですね、一応最初は。はい、牧師も全然 OK だ。それはいわゆる福音派ですか。福音派です。教会員ではなかった。教会員じゃなかったです。チャーチメンバーでは受けてた。洗礼は受けてました、とっくの昔に。ああ、うん。それで？それで、でもその時点でなんかもう僕腹立っちゃって。うん。うん、じゃあもう降りますみたいな。うん。降りました。マジか。それは奉仕してるときは教会の礼拝にも出てたんですか？出てました。毎週のように行ってました。ほぼほぼ毎週行ってました。はい。それ、なんでも何が問題だったんですか？やっぱ教会員じゃないことですね。教会になるっていう選択肢はなかった？なくはなかったですけど、うん。うん。ちょっと考えたかったので。ああ。はい。まあ、正直、母教会のことがどうしても頭にちらついていたので。ああ、席がそっちにあるからってこと？はい。へえ、でもそれ、いや、席こっちの教会あるんで、うん、今はこっちに出してもらってますけどっていう説明じゃダメだったんですか？うん、それを結構みんな言ってくれてたみたいなんですけどね。うん。うん。でもちょっともう僕の心が続かなくなっちゃったので。それっきりですか？それが最後？ですね。教会に所属していた、所属っていうか。そこの教会が最後、所属っていうか、ちゃんと通ったのは多分そこが最後かな。いやー、だからそういう同じような体験をした人いっぱいいると思うんですよね。と思います、多分。うん。教会員じゃないと、みたいな。まあ、そもそも母教会でものすごいそういうのがあったんで。あ、そうなんだ。そうなんですよ。よく総学者問題出るじゃないですか、教会に入って。はいはいはい、で、はい、まあ、僕が洗礼受けることになり、はい、まあ、ピアノが弾けたので、うん、総学者の方が、うん、まあ、やっぱりあいつにやらせるべきだと。絶対やらした方がいいって、ね、はいはいはい、推薦してくれたんですよね。はいはい。うん、で、そしたら、上層部が反対したんですよ。なんで？いろいろあるんですけど、うん、端的に言えば、問題を僕は出ていないことが問題だったんですね。うん、マジで？はい。でも弾けるわけでしょ？弾けます、弾けます。全然弾けます。まあ、普通に伴奏ぐらいは弾けますけど。で、洗礼も受けたわけでしょ？受けましたね。はい。いや、だからその、信仰歴浅いとかだったらね、まだ、なんか、あり得るなと思いますけど、うん、はい。いや、実はそれだと思ってたんです。はいはい。信仰歴が浅いからだと思ってたんです。洗礼受けたてで、総額はいかがのもんか、みたいな、はい。はい。だけど、はい。その後ずっと、まあ何年かとなってから、はい。結婚式を、その僕所属教会で挙げたご夫婦、うん。比較的、まあまだ当時30歳ぐらいだったの若いご夫婦が、うん、奥様が、ピアノを弾く方で、うん、旦那様がコントラバスを弾く方、うん、で、ある時ついに洗礼を受けたんですよ。はい。翌週から総額やってましたからね。そのお連れ合いの、
あの奥様の方が音大出身なので、はいはいはい、もうその翌週ぐらいから奏楽やってました。おお、それは音大を出てたから。そう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 。その違いですか。そうなんです。牧師夫人がちょっとあの程度の高い芸術大学の出身の方で。なるほど。はい、そのお目にはかなわなかったってことですか。そうですね。ええー、だってそんなね、働き手が少ないからとにかく弾ける人は誰でもみたいな教会もある中で、はい、贅沢な悩みですね、そんな。それがあったので、割とちょっと教会の奉仕に対しては、だから最初、冒頭に奉仕なんかやりたくねえしって言ったのは、そこがあるんですよ。なるほど。はい、しかも、無償だしね。そう。プロでもね。そうなんですよ。うん、だからもう今は受けないようにしてるんですけど、教会の演奏ものはもう受けないことにしてて。そうですよね、はい。たまに怪訝な顔されますけどね。ねえ、そうでしょうね。はい、あれでもされましたよ、それ。婚活でもされましたよ。ああ。その音楽やってらっしゃるってことは、教会で何かやったりとか、ゴスペルとかやってらっしゃるんですかって聞かれるんですけど、はい、一切やってません。いや、それは、それは惹かれるでしょ。間違いなく。まあでも、その価値観はやっぱり根強くありますね。はい。いや、そもそもやっぱり、洗礼受けてない、教会員じゃない人が、うんうん、まあ、総額まではいかないけど、じゃあ、聖歌隊入れますかとかね。うんうんうん。いや、普通に、その、街道の清掃とか、あの、奉仕にね、うんうん、問われますかと。うんうん。あるいは、二小学校のお手伝いができますかみたいな話を、うん、教会学校のね。うん。っていうのを、多分、教会によって、うん。多分、洗礼受けてない人は、ちょっと、うんうん。できませんみたいな、教会あると思うんですよ。はい。そもそもが。はい。でも、その、甲斐さんのケースで言うと、うん。洗礼を受けてても、うん。信仰歴とか、あるいは所属の教会が違うとか、はい、問題出てないとか、はい、いう理由で阻まれることがあると、はい。はい。全部聖書に書いてない理由でね。それはまたね、なんでしょうね。はい。まあ、結局、なんか人の組織だから、はい。人のそういうなんか勝手な価値観というかね、はい。作り上げたもので阻まれてるってことですよね、うん。そうですね。だからもう人を見ずに神を見よとかっていうのは、うん、教会に通う上では、あの、通用しないと思ってます、僕。そうね。教会はやっぱり人に会いに行くとこですよ。そうですよね。人と絡みに行くとこですよ。うん。うん。神様はだって何しててもどこにでもいるんだから。そうですね。いや、だから、人と絡めないとか絡みたくないっていう人はやっぱ教会に行けないってことですよね、今の。そうなっちゃいますよね。日本のね、既存の教会にはね。はい。で、そしてそれを許容するっていうか、そういう人がいるっていう現実を教会も受け止めなきゃいけないと思います。うんうん、まあだから、たまたまそれがやっぱりコロナによってオンラインを始めたら、うんうん、今までそういう見えなかったそういう人たちが相当数いるんじゃないかっていうことに私も気づかされたわけですよ。直接その建物であるその空間に、うんうん、日曜日の朝何時に、うんうん、来れる人しか結局クリスチャン、はい、あるいは教会員って認めてなかったと、うんうんうん、でもその枠には入りきらないいろんな人たちやかつては行ってたけど今行ってないとか、うんうん、あ、まあ、そもそもそういうところには所属したくないとか、うんうん、ね、で洗礼は受けてないけども信仰はあって聖書も読んでてみたいなね、うんうんうん、いう人が相当いるなっていうことが、まあ、ダクトモミの活動とかも通して、うん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 、改めて、まあ、てかもう遅まきながら、それだって今ね、いきなりそういう人たちが増えたわけじゃなくて、昔からそういう人たちが、ね、前からいたんですよ、きっと、うん。いたわけで、それがこう、ちゃんとこう可視化されてなかったっていう課題はね、本当にね、うんうん、考えるべきだと思いますよ、教会はね。だって僕、聖書の勉強会みたいなのを、うん、あの運営を、やってるんですよ。もう2年ぐらいかな。はい、で、月に2回金曜日の夜とかに、うん、その勉強会やるんですけど、あと月曜日の昼間に一回やるんですけど、はい、金曜の夜の集まりとかってもう多い時20人ぐらい来るんですよ。もうズームの画面がパンパンになるぐらい来るんですよね。で、半分ぐらいが教会って、半分以上教会行ってない方です。ですよね。でも、みんなで聖書は読みたい、聖書の分かち合いはしたい、みんなで祈り合いたい、うん、みんなでどうでもいい世間話をしたい、うん、そういう人たちが集まってきてくれます。どうしたらいいんですか、既存の教会は。ね、既存の教会がどうしてあげたらいいかっていうのは実はもう僕はなかなか分かんなくて、うん、何かもう新しいものを作っていくしかないのかなっていう、う
教会に行けなかった人たちとか、うん、あとは教会には行けないけど聖書に興味あるよとか入り口の人たちとかを一旦このオンラインとか、うん、プライベートの集まりで一旦引き受けて、うん、でもっと信仰が深くなってとか、聖書を読み進めたりして教会に行きたいと思った時に受け入れてくれる地域教会であってほしいなと思います。そうですね。いやー、だからそういう人たちがね、行ったら、とりあえず、来るものを拒まずでウェルカムするけど、うん、もう来たからには毎週通いなさいね、みたいなね。うん、そうですね。ね。うん、あと、松谷さんよくほら、エンタメとかお好きでお話しするんで、はい、エンタメの例えでいきますけど、はい、小中劇場の舞台、はいはいはい、演劇の舞台の話で、はい、ファンがとにかくうるさいんです。うん。いや、もう、あれですよ。ジャンルはマニアが潰すやつですよ。うんうん、で、その年、お産のね、そう、年に一回ぐらいしか来ないような、行かないような客が何言ってんだみたいなのがすごい多いですって。はいはい、だけど、その年に一回舞台を見に来てくれる人大事にしたくてどうすんのって。いや、ほんとそう。クリスマスだけとかさ。そう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 。イースターだけとかさ。うんうん、うん。そう、だからたまに。それいいじゃんすか、それでね。そう、だからたまに来る人を、うん、やっぱり受け入れて、あげてほしい。そうね。わ、うん、かります。はい。この、鹿島アントラーズってサッカーチームあるじゃないですか。はいはい。鹿島アントラーズの、小泉社長ってメルカリの社長なんですけど。彼が言うにはですね、サッカーチーム好きには3層ある。うん。コア層。うん。ライト層。うん。無関心層。うんうん。で、無関心層を呼び込むのはすごく難しい。はい。そして、コア層は、ほっといてもついてくる。いや、まさに。ライト層、年に2回とかしか、3回とかしかスタジアムに来ないお客様を、うん、来た時にどれだけ楽しませられるかが勝負だ。いや、本当ですよ。だから、それで言うと私なんか本当にもう無関心も無関心そうですけど、はい、ワールドカップ見ましたからね。ああ、そうですよね。で、そういう層がやっぱいるわけじゃないですか。そうなんですよ。うん。うん、で、それで言うとそれこそエリザベス女王のあの葬儀、うん、はい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 。見ますもんね、あれ。ね、そうですよね。全然信者でも何でもない、教会なんか行ったこともない人たちが、うん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 、わーっつって。うん、で、賛美歌なんか、荘厳でもう、うん、上がるわ、みたいなさ。すごいねっていうね。そう。うん、だそれを、ね、年に一回、あるいはそういうタイミングに来た人たちをどれだけ楽しませるか、めちゃくちゃ大事だと思いますよね。うん、ね、その時、こう、いい印象を持ってもらって、はい、っていうのがすごい。それがその瞬間、その時に、結局、キリスト教会が過去にやってきたことって、はい、一撃必殺なんですよ。目的が。一撃必殺。一撃必殺なんですよ。一回でも来た方をもうその人をいかに囲い込んで、いやいや、どう逃さないようにするかっていう。ハイエナのように。はい。まあ、もしかしたらそれは従来の教会、キリスト教会のストロングスタイルだったかもしれないんですけど、うんうんうん、でも、ストロングスタイルっていうのはアントニオ猪木が提唱したプロレスのスタイルなんですけど、ストロングスタイルっていうのはもう変わっていくんですよ、年々。でしょうね、はいはい。はい、これがもう、これがストロングスタイルだっていうのはもう猪木さんのストロングスタイルは、それは素晴らしいんですけど、はいはい、まあ、どんどん変わっていくんです。ですね、時代とともにね、はい。時代とともに変わっていくんです、はいはい。今の新日本プロレスが今のストロングスタイルなんですよ。うん、そういうのを、なんか、教会だってやったっていいんじゃないのかな、うん、もちろん変わらないもの大事ですよ、うん、守るものは大事、伝統は大事、はい、聖書の中に書かれていること事実っていうのはすごい大事なんですけど、うん、でも人の作ったルールは変えていいんじゃないですか、うん、いやだから私もよく例え出してますけど、かつてね、その有吉さんが言ってたのは、やっぱプロレス界が一時期廃れた、はい、そうなんです、ね、すごいです、やっぱりガチ勢がはい、にわかファンとかその女性のプロレスファンを排除したために、はい、先細っちゃったと。はい。で、まあ今やすごいですもんね、プロレス界、はい。今はもうプロレス界が。まあ一時期は新日本プロレス一人勝ちでしたけど、はいはい、今だんだん新日本プロレスがちょっと落ちて、他の団体にもお客さんが入るようになって、うん、うん、女子プロレスにもまたお客さんが回るようになって。ねえ。だそれは多様なニーズに応えた結果だと思いますよ、そういう。はい、ですです。あとやっぱりその一元さん、にわかファン、家族連れ、女性、単独客。ここを、排除しなかった。素晴らしい。ブシロードのね、木谷オーナーが。もう、すごく、はい、そこは。彼はやっぱりもともとオタクの人だし、オタクコンテンツを出してる人だから。なるほど。だからもうマニアがジャンルを潰すっていうことは100も承知なんです。う
あ、そういうやっぱりリーダーがいたんですね。はい。ゲームアニメコンテンツのね、ラブライブとかね、うん。うん。ああいうのを出してる会社の人ですから。そう。いや、だからそれで言ったらもうアイドルもサッカーもプロレスも全く一緒なんですよ。うん、はいはいはい、全く一緒です。協会だって一緒なんですよ。人間が作る組織なんだから。そうです、そうです。だから、子連れ、女性、うん、高齢者も含め、いろんなありとあらゆる、はい、うん、まあ、ファンニアカファンも含め、はい、そうが、うん、たまに来たり来なかったり、はい、ね、一元さんも含めて、はい、クリスマスだけちょっと下りに来るみたいな、うん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 、デートコースにちょっと入れるみたいな。はいはいはい。ウェルカムしたらいいじゃないですか。大歓迎じゃないですか、そんなデートコースに協会寄ってもらえるなんて。本当そこをね、ウェルカムできない限りは、ちょっと既存の協会未来ないなと。今のとこは厳しいのかな。ですね。減っていくのかなとは思ってしまいますね。そうですか。はい、こういう話を、はい、クリスチャンじゃない人がすると、はい、めちゃくちゃ叩かれるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。信仰もしてないくせに何の、教会の責任も負ってない、奉仕もしてないやからがね、はい、なんか好きかって言って、部外者がみたいな。うんうんうん、でも、カイさん、部外者じゃないですからね。まあ、そうですね。そう。はい。だから、説得力もあるっていうか、まあ、でも、それは、奉仕もしてないし、所属もしてないしって言われたら、ね。そうです。うん。まあ、ドン引く人はドン引きますよ、当然。ああ。そんなの100も承知ですよ。本当に良くない。でも、それ、本当だから、言っていかないと声を大にして、そうですね。クリスチャン自身が言っていかないと、うんうん、本当にね、教会を愛するがゆえに、うん、教会をね、それってダメにしていくマニア、うん、教会マニアなんだろうな。そう、まあ、オタクですよね。まあ、ガチ勢ですね。ガチ勢をどうにかしていかないと、うん、本当に。だから、トモミンがさ、やっぱり言ってて衝撃的だったのは、あの、トモミンが一応牧師じゃないですか。まあ、一応って言われるけど、はい、まあまあ、牧師です。牧師なのに、はい、教会なんか行かなくていいって明言しちゃってるんですよ。そうなんですよ。そう。オフィシャルに彼は言ってしまってるんですよね。ね、うん、そんな牧師いますか今まで。思ってても言えないし。思っても言えない。やっぱ教会持ってないからこそだし、やっぱり非常にそれは特化した、あの、選挙の形っていうのを自分でも意識されてて、はい、まあ、あえて意図的に言ってるところはあると思いますけど、だからうちなんか本当に保守、もう保守の保守だから、そんな教会の伝統とかね、いうことで成り立ってる教会なんで、もう全然私の話なんか全然ですよ。教会にとにかく所属してなんぼとかで、維持献金を毎ね定期的に払ってなんぼみたいなところあるんで、まあ悔い改めましょう。これを機に。はい。はい、いかがでしたでしょうか。日頃のモヤモヤにピンポイントでメスを入れる禁断のツッコミ企画、月曜からダメ出し、経験じゃなくてすみません。毎週月曜夜10時公開となっております。ぜひ日頃感じているモヤモヤ、またはダメ出しをしたいことなどありましたら、コメント欄にお寄せください。ハッシュタグは月曜からダメ出し、ハッシュタグ月曜からダメ出しでもコメントをお待ちしております。ではまた来週月曜日の夜にお会いしましょう。さよなら。